あー、来たー。裸の馬だね。これをどうするの？これが私の馬。乗る登場 R。 はい。あ、ごめんね、ごめんね。綺麗な馬じゃない、白い。これが私のエレンちゃんの馬、アルウェンです。さて、これで、グリジャーのところに行くと。これ多分、だいぶ早まるはずよ。はい。これで、オートラン。そんな、モンキースタイルで乗るの、エレンは。馬に。もうちょっとゆったり乗ったらいいんじゃないの？騎手みたいな乗り方してるよ。完全に騎手だよね、この乗り方ね。もっと早く行かない？これなんかあんのかな。操作のチュートリアル欲しい。あ、降りた。 R を押すと降りんだな。なんかないかな、チュートリアル。ないね。操作むず。ちゃんと馬の操作だ。あ、降りちゃった。あ、難しい。はい、早いね。でもやっぱりね、全然。クラーを欲しいね、これね。クラー買えないのかな。いや、まあでもだいぶ移動が楽になる。これ、いや、頑張ってるね。あれ、あそこにもなんかクエストいける。アンドレイ、よし、ちょっと待ってろ。アルベン、ごめんなさい。こんなところに何の用だ？宝箱を探しているのか。なるほど。鋼鉄インプに殴られるのは嫌だが、やつらからの戦利品はお金になるからな。なるほど。ここまで来た冒険者は久々だな。ちょっと受けるだけ受けて、これをやるのはまたんちよ。おーい、こっちを見てくれ。この周辺に隠された洞窟がある。よく探してみな。会話飛ばしたよ、これ。宝箱を開けるには銀の鍵が必要。また今度やるよ。とりあえず受けたけど。で、グリンジャーの会話優先。頑張れ頑張れ。あ、あったあった。追いかけるのこれだ。早い早い。
定期的にやんなきゃ。早い。ごめんね、これこんな速さでここを走ったら事故だ絶対それができるファンタジー早い早い、あっという間です、ベリアンマラカで。ゴブリンがいっぱいいる、ここ。ここじゃなかったか。これね、馬がね、攻撃されるみたいなことあるから。あんまりこの戦闘地域に置いとくの良くないみたい。だけど、ここにいなさい。よし、まずはグリンジャー。あんたか。ゴブリンの様子を把握するため紛争に1日もかけた。ゴブリンに似せてるのね。なるほど。お、見つかったら困るって。さあ早く戦うふりでもしてくれよ。ゴブリンの動向を探るのに力を入れた変装が無駄になっちまう。ゴブリン戦士には用心しろ、無差別に攻撃してくるからどこ把握しながら、めーの。あ、ゴブリンの言語が混じって出てくる。ゴブリンたち、ずっと見てたらなんだか可愛くも思えるこれも全部俺たちの町のためだ。不思議なことに今やゴブリンたちの方が親しくなっちまったってのも問題だな。これも全部俺たちの、あ、これ読んだで、廃墟を装ったゴブリン。久しぶりの人間に会ったから、俺が人間なのかゴブリンなのか分かんないな。何？ゴブリンを全部やっつけるから情報くれと。なんで俺らがゴブリンたちを。いや、俺は人間だ、人間。いや、とにかくあげることはできないぞ。エマお嬢さんの頼みでも、今日初めて会ったお前よりはゴブリンたちがずっと優しいだろう。いや俺の任務は偵察じゃないか。俺は任務を果たさないといけない。そう、全部やっつけたらいい。全てのゴブリンたちを一人も残さず。ゴブリンたちは樹液を飲む。樹液を飲むな。甘い水も好きらしい。ゴブリンをやればいいんだね。よし、何今の。まだあるの。これだ。なるほどなるほど。これじゃねえ。うん、これが単発用です。
単発用の単体用ね。こっちが一斉者という範囲攻撃用。なんだ、よし、巨頭を倒した。よし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 、巨頭を倒されたと彼らは踊りまくってる。あとはこれでいいのか。安全なところに行こう、とりあえず行こう。CTRL 押してみてて。先にいるんだな。いや面白いね。あら取っていたよこのゲーム。あれだ、お前をもっとより強いんだな。エリートまで倒せなんて。しかし俺ら、いやゴブリンはこのまま終わらないぞ。うちの族長がな、力を集めているから今は目に見えないけど、きっと生きていらっしゃる。族長が戻ってきたら人間は全部おしまいだぞ。お嬢さんはどうするかって？お嬢さんもゴブリンになるだろう？完全にゴブリン側みたいな言い方になって。ゴブリンの族長はどんなやつだろう？族長様？族長様は私たち、いや、ゴブリンたちのボスだ。なんだかよくわからないが、太鼓の音が聞こえたら苦しんでる様子だったぞ。太鼓の音、調子に乗った方がいい。いやそうじゃない、お嬢さんをゴブリンするなんて。俺なんて言ってんだ、何を言ってんだ。そう、すべてのゴブリンたちは今の俺のように調子に乗ってるんだ。一応俺たち、いやゴブリンの奴らを追い出すためには居場所を破壊しないといけない。そう簡単にはやられないぞ。なんかもういろいろごちゃごちゃになっちゃってんだな。で、行けばいいんだな、この先に。よっ。ゴブリン監視塔を破壊する。この辺り、これは何なの？ゴブリンエリート。狙われてるっぽいな、この感じ。どれをやればいい？これか。なんかレベル上がった。あれもだな。よ、でかいの来た。でかいだけだ。これだ、覚えたてのやつ。
だよってことか。このマークどっかで見たことあるよ。よし、よし、 OK だな。感じられるか、俺たちが一緒にいるとどれだけ強くなるか。お前と俺、あ、これいつも言ってるやつだった。族長のギアス、この近くで感じられていた別のオーラがあいつだろう。ゴブリンたちの族長がレッドノーズのようにやつも呼び寄せてみようか。多分今まで相手したゴブリンとはかなり違うだろうな。すごく強いと思うぞ。今回もひょっとしたらお前は死ぬかもしれないぞ。ビビるな。今回も俺がそばにいるじゃないか。ギアスが倒れたらグリーン車はどんな顔するんだろうな。ヒヒヒ。ガイトモンスターの知識があると HP 以上耐えで確認できます。知識はモンスター退治の際、確率で獲得可能です。さてと、呼び寄せるとこかな。あそこか。亀裂を調べる。黒い岩が渦巻いている。出てきた。離れろ離れろエラン。離れろ。よいしょ。太平洋戦座ったけど、あいつ やったか。いや、強くなったな。強くなったな。いや、強い。やっぱね、武器を防具をちゃんとね、整えてたら強い。あとアークリンジャーに話せばいいかな。あ、違った。エマちゃん、許してください。冒険者様が心配になってこっそり後をつけました。さっき冒険者様が倒した彼を悪夢で見ました。グリーン社は理解してあげてください。自分の危険な任務にあまりにも入り込みすぎてああなっているんです。すぐに正気に戻ると思いますよ。ああ、この悪魔はいつになったら終わるのでしょうか。廃墟に咲く花。私には分かります。ギアスはゴブリンではありませんよ。悪夢で見た黒いオーラとギアスはそっくりでした。グリシャのように人間がゴブリンのお面をかぶっているようです。あんなに変わってまで守るべきものは何だったのでしょう。私の悪夢で泣いていた亡霊と関係があるのではないでしょうか。
あ、白っぽく立ち込めていた霞が少しずつ晴れているようです。子供の頃幽霊が出てくるという洞窟について聞いたことがあります。助けてください。そこに行けばきっと手がかりを見つけられると思います。エイリーンは霊魂と会話するために特別な媒体が必要だと言っていました。助けてください冒険者様。私が悪夢から抜け出せるように。エワーズの丘まで稀に咲くという光を込めた花。昔のクロンの民の霊魂が宿ったという話があります。間違いなくクロン洞窟の亡霊は反応すると思います。私はクロン城がある丘の峰かな、で待っています。なるほど、そこに行けばいいんだろう。廃墟の野草を採取する。ここ？いいの通っちゃって。取れた。お、死んでいる兵、こっちか今見たの。大丈夫か。ちょっと待って、降参だよ降参。少し武器を下ろしてくれた、ください。降伏します。あなたに降伏すればいいんですか。クロン城はとても険しいところだ。本当さ。うわ、びっくりした。心臓が止まるかと思った。一体ここで何の用ですか。その不気味な花はどこから。エマお嬢さんが言っていた花なんだね。彼に自信はあるか。ゴブリンは使える武器をいっぱい持ってると聞いたよ。私は敵ではない。追放者扱いで置いて死ぬのは嫌だ。私を理解できるかね。エマお嬢さんが話していた洞窟はあそこにあるんだ。クロン城の東側の崖の下に。早く行くといい。エワズの丘は見つかったか。ここはその拠点とつながってるよ。なるほど、ありがとう。これがクロン城か。クロン城だ。いた。敵か君たちは。よし、助け出せ助け出せ。こっちじゃないんだな。どう行けばいいの。
よし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 、いた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 、よし山、よくここまで来れたな。待っていました、エレン軍。あの花少しずつ震えています。きっと何かが。一体この悪夢の正体は何だろう。悪夢の正体、エレンウェン、この近くのどこかに、子供の頃おじいさんが話してくれたあの動物があるはずです。あ、一人で行かないで私と一緒に行きましょう。先頭に立ってください。私もあの悪夢の正体を探りたいのです。よし、一緒に行こう。ついてくるのかな。ん、あれ、ついては来ない。これ、これだ。お、クロンの亡霊。その前に宝箱開けよう。開けられないわ、鍵がないと開けられないわ。これ、これは、これは開けれる。でしょ、あの幽霊、子供を探しています。エルメン、あの野花を、野花に反応していますよ。どんな廃墟だとしてもクロン城の記憶は残っているはずです。忘れられたクロンの痕跡。クロン城が何で廃墟になったかについては世間に知られたことはあまりないです。おじさんは知っているようだけど、まだ私が子供だと思っているのか教えてくれないんです。でもどんなに廃墟だとしても少しの記憶は残っているでしょう。クロン城の占領勢力の参謀長ならきっとその資料に興味を抱いて持っているはずです。作戦参謀から記録を奪って私に見せてください。私はクロン城の入り口で待っています。なるほど、じゃあ行くか。で、今度は城の中入ったな。綺麗じゃない。いろいろスキル学べるみたいじゃないの。
これか。あ、ごめん。炎を置いたらテントが一瞬で燃え始めた。あ、いける。待ってんのかにしても、映像ランク化に行くし、あれか、あ、プレイヤーだ、びっくりした。さすがに倒せない。よし、これで。浮いてる。チャ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 、おちょっと待って、今は学ぶから俺は。無理ー、どうやってやったんだ今の。すげえかっこいい技使ったのに、どうやってここまで来たんだ。そうですか、金の錬金術師爆発。ああ、これに関して聞けそうな人はちょうど今ここに来てますね。黒の西、なんだかだんだん溶けていく気がします。エイリンと話す。おじいさんのお友達アルスティン様には二人の娘がいます。人々は大層賢くて落ち着いた性格の長女クロリンスが好きです。しかし私は次女のエイリンともっと親しいです。いつも悪夢に苦しんでいる私のことをエイリンはいつも心配してくれるんです。今回も私が心配になって危険を冒して来てくれたようです。そんな彼女ならエイリンに黒の日誌を見せてくれませんか。本当だ、来てる。いつの間にか。あ、こんにちは。エマさんがとても心配になって、こっそりついてきました。エマさんが無事でよかったです。なんか出てきたよ。こっちは安全でしょうね。明らかになってしまった。あ、クロンの記録ですね。わあ、こんなの初めて見るんですけど。もちろん父の書斎で関連した本を見たことはあります。私にください。ちゃんと見たら何なのかわかると思います。ふうむ、あら、そんな。これは父も見たことのないものだと思いますよ。長い間、地下の記録室に隠されていた原本のようだけど、これをクロンの占領軍が持っていったんですか。あらま。一部の欲深い者が集まって作った金の錬金術のせいで、輝かしかったクロン王国は、はい、怪人に帰したんです。なるほど。そうやって訳もわからないまま悔しい死を迎えた民は今でも誰も彼らを慰め、ちょっと読み方間違ってた、死を迎えた民は今まで誰も彼らを慰めてくれなかったんです。それでクロンの血を引き継いだエマさんを捕まえたんです。我らを見てくれると、絶叫していますよ。私たちは答えないといけません。論上への潜入。
向き合った過去に体が震えています。落ち着かないと。幸い霊魂を慰める儀式を父から教えてもらいました。ちょっと待ってください。材料はすでに全部用意しておきました。比率を調整して錬成すれば。うん、できた。出来上がりましたよ。この呪文書をクロン城の一番高いところで使ってください。多分ボーレたちにかなり慰めになるでしょう。はい、一番高いところにどうやって上がりますかと。心配しないでください。私が教えてあげる場所に行くと、ビードルおじさんが案内してくれます。ビードルおじさん。ビードルおじさん。あ、このおじさんだ。じゃあお願いします。なんかヘルムを手に入れたぞ。多分今でも装備しているヘルムより、いいヘルムじゃなければ、変えた方がいいんじゃないのみたいなやつ出てこないから、多分今装備してるやつの方が多分ランクが高い。チャチャチャ、なんだチャ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 言って。ここね、ここ上がるんだと。当たんね、当たんね、あいつ当たんね。あ、ビードルおじさんだ。ごめんなさい。ビードルおじさんと話すのかな、これ。話す感じだな。間違っちゃったな。はい、ビードルおじさん。こっちだぞ。あ、もう登った、ごめん。ここか？ここだな。あんまって間違えちゃった。ほい、ほい、ほい。どっちだろう。こっちだね。チョップ、チョップ。なんだなんだなんだ。ビードルおじさんは調べればいいの。何かが作動した痕跡がある。クロン城を破壊したとされる錬金術装置のように見える。そんな爆発の中にこれほど保存されているのは黒石の力だろうか。行動力5で分かる。クロン城の祭壇、クロン城が現在の姿になったのはどんな理由だろうからだろう。この祭壇の状態が完全であることを見ると謎が深まるだけだ。なるほど。昔の民のための、慰霊祭。球体型の奇妙な装置が見える。球体の中から共鳴するオーラが、先頭のてっぺんに、繋がっているように見える。依頼を受託するとクロン城祭壇へ自動移動します。なるほど、行ってやろう。ここがクロン城の先頭で、どうするんだ。ここからこれを調べるってこと。ここで使うのか。カバンから忘れられたクロン城の悲願を使って昔のクロンの民たちの霊魂を慰めるんだろう。それがどれ、それがどれ。便利バッグ違うな。これだ、使いますよ。ここで使えってことなのかな。
で使うみたい。なんだなんだなんだ、闇の精霊が。飲み込まれちゃうんだよな、エレンが。なんか飛空艇飛んでるけど。会話。ああ。温かさを取り戻した心が伝わってくる。恨みで渦巻いていた亡霊たちが平穏を取り戻したみたいだ。ハイデルの若い狐を信じるな。消えた亡霊。平穏を取り戻したレイコンたちは感謝の気持ちを伝えてくる。まだ至る所には昔のクロンの亡霊たちが眠っているそうだ。未来を自宅すればクロン城内部に自動的に移動しますと。これ戻るんだな。またロードですよ皆さん、というわけで戻ってきた。ビートルおじさんね、これね。で、どうすればいいの？クロン城のどこかに隠れているビードルを探す。もうどこにいたんですか？一人でこの城に閉じ込められてそのままやられるかと思った。これでは無事に逃げることは難しそうだ。早くここから出ましょう。何をキョトンとしてるんですか？早く行きましょう。私もなんとか逃げ切るから。逃げればいいんだな。昔のクロン城で爆発が起こったんだ。この黒いオーラが本当にレイコンたちの怨念に見える。さあ俺があげると、この輝く石を見ろ。このクロン城の黒いオーラと似てるだろう。心配するな。俺は俺たちに寄り添う石だから、ものすごい存在力が感じられる。欲しければいつでも使っていいよ。もっと強くなりたいと思う時にね。プレゼントくれる。で、タイロの過去。忘れるな。俺たちがもっと強くならなければいけないと感じたとき、この石が武器の存在、潜在力を引き出してくれるだろう。さあ、用事は済んだんだから、早くこの城から出よう。あの間抜けな兵士はお前から動き出すまでずっとあのままだと思う。なるほどね。確かにそうだ。よし、 OK だな。ほいほい。クロン城の勢力、占領勢力を退治して大量を確保する。なるほど。お前か。じゃないみたい。すいすい。どうした、エレン。登れ。そっちか。
もう疲れたのか。しっかりするんだよ。こっからが本番なんだから。ちょっと一息ついてから行きましょう。しっかりしてくれ。もっと大変なのは刀を持っている奴らだ。後先考えずにかかってくるんだ。早く先頭を立ってくれ。俺は後ろからついていく。もう俺だいぶやったんだよ。お前がついてこないから。違うのか違うのか。このなんかガイドが ちゃちゃちゃ言ってる。まだほら早く行かないと。ちゃちゃやってこい。あそこだな。よし、また死体の方だった。ちょっと待って、降参だよ、降参。本当に大したやつだ。あんたは見れば見るほど俺ほど驚かせてくれるな。奴らがあのように慌てるのも初めて見るんだ。クロン城はとても険しいところだ、本当さ。聞かん。エーマーのお嬢さんは俺たちが無事だということを聞いて村で待つと言った。早く村に行ってみてくれ。仮に自信はあるか。ゴブリンは使える武器をいっぱい。よし、じゃあ行くもん。急いで。よし、無事に帰ってこられましたね。本当に良かったです。ありがとうございます。悪夢が減りました。誠にありがとうございます。何回感謝を言っても足りないです。そうだ、おじいさんが冒険者に会いたいと言ってました。他のことでもなく昔のクロンのことを解決してくださったので、おじいさんもバルタリの末裔として感謝しているはずです。私はもう農場に戻らないといけません。またどっかで会えるのを楽しみにしています。で、おじいさんと話す。わしも昔は偉大な冒険者を夢見ていたが、結局戻ってきてしまった。初めて君に会った時、少し後悔はしている。ずっと喋んな。初めて君に会った時、ただものではないと思っていたんだ。通りすがりの他の冒険者たちとは眼差しが違っていたからな。ところで我々バルタリ家の宿願を一緒に背負ってくれる人とは思わなかったんだ。バルタリ家を代表して感謝の意を表したい。これは君へのお礼だ。私の長年の友達で冒険のパートナーである馬が幸運だ。とても元気に育ったんだ。この子の飼い主が君になってほしいと思う。これからの旅に役立つだろう。あ、なるほど。初心者用茶葉。馬もらえんだ、ここで。なるほどね。これにしましょうか。足毛の馬。よし、私が君に接するように村人にも接してくれ。冒険のパートナー。いや、何が忙しくてもう旅立とうとしているのか。寂しいな。なら次に行く場所は決めたか。もっと大きい都市へ行きたいならばハイデルへ行ってみろ。
ドモンガット領主様がいらっしゃるセレンディアの使徒なんだ。旅立つ前に厩舎番のところに寄ってみなさい。君のために用意しておくよと先に話をしていくぞ。マオだね。わしの孫娘エマが悪夢を見ていて心配だ。よし、というわけで今日のところはこれで終わりにいたしましょう。また景色のいいところに行きましょう。どっかいいとこがあるはずだ、この辺りに。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいところあるじゃないですか。上に上がれないのこれ、上に上がれないんだろう。桟橋に行こう。桟橋じゃないのか、ここドックだ。あ、ここはいい。あ、水ってか波がかぶっちゃう。よし。いや、今日はちょっとだいぶ長くやったな。いいですよ。さて、じゃあ今日はここで終わりにいたしましょう。次回ね、だからドモンガット領主様がいらっしゃるね。あれだね、あのお姫様のね、ところだね。ハイデルという大きな町があるみたいなので、そちらの方にちょっと次回行ってみましょう。というわけで今日はここまで。お疲れ様でした。ウィエンサーならお疲れ様です。